ヒメヒナコウモリはヒナコウモリ科の中型のコウモリである。秋の繁殖シーズンには鳥に似たさえずり声を聞くことができる。大きさは幅が最大6 2ートル長さ2 7トルから3 3トル程度で、体重は1 2ムから2 3ムである。英語ではパルティ、カラードバットというが、羽毛が2色からなっていることに由来する。 背中側は赤色から濃い茶色で、頭や腹部は銀白色、灰色である。耳、翼、顔は黒色か濃い茶色である。翼は小さい。耳は短く、幅広く、丸っこい。寿命は最長で12年生きたものが知られている。餌はか、飛びけら、が等である。川や湖、森。 道路等の上空10メートルから20メートルで25から27キロヘルツの周波数の音波を使って狩りが行われる。寒い日には狩りは行わない。ヒメひなコウモリは非常に珍しいため生態についてはよくわかっていない。メスは50匹程度を、時には数百匹からなる小さな群れを作って暮らす。西ヨーロッパではオスは 約250匹の群れを作り、春から初夏にかけてしか見られない。渡りを行い、900km 以上移動することが知られている。最も遠い渡りは、1989年に 1440km が確認されている。10月から3月にかけては、冬眠を行う。単独で冬眠し、2節し6度の環境にも耐えられる。メスは5月から7月に、 妊娠のための巣を作り、通常双子を出産する。子供が血離れすると、メスは巣を離れる。出産は、西ヨーロッパでは6月頃に行われる。子供は3週間から4週間後には飛べるようになる。ヒメヒナコウモリは、中央ヨーロッパ、南ヨーロッパ及びアジアで見られる。天然での生息場所は、山、ステップ、森林地帯だが、西ヨーロッパでは、種として。 町の中に住んでいる。殺虫剤の影響や生息地の減少によって絶滅が危惧されるとして保護の対象となっている。ありがとうございます。